西武高橋、行く。高橋コーナーよりも1点も取れない方が問題だろう。外出から帰宅して速報を見たらコーナーが相変わらずだった阪神にもスイープされそう。もう今年は諦めて投げないで頭丸めて寺で筋肉も落としてこい。コーナーはダイエットしろメジャー用かなんか知らんけど明らかに劣化してるだろ。ただでさえ塁に出ないのにもう2併殺食らってんのきついな。鍋級はファイティングポーズのために選手に負担かける采配してるから離脱者はこのまま少し増えると思うよ。今日明日はそもそも相手の投手が良いのでこの打線じゃ問題外なのよね。昔のダルビッシュみたいだな。体で隠しすぎて濃紺になった。今日こそはと密かに期待しつつ毎度同じ失点するの何かわざとやってるのか疑うレベルだな。昼間の昼間でないってことは体調不良とかかな。西川や長谷川より優先するだろうし、阪神は3立てするだろうが強くなったと勘違いしないように他の5チームはプロだからな。サラリーマンナイト復活とか言ってたけど仕事帰りに山奥までこれ見に行くサラリーマンおるの？ビーズリー、ヨーカーさん知らないから謎の歓声にビビる。現地阪神ファンだけど地平をかける獅子を見たを聞きたいから1点入れろや。ご視聴ありがとうございました。